ドリームは2016年にアメリカ合衆国で公開された電気映画である。ただし、史実との相違点も多い。本作はマーゴットリー・シェッタリーのノンフィクション小説、ヒドン・フィギュアスを原作としている。監督、脚本はセオド・アメルフィが、主演はタラジ・ピー・ヘンソンが務めた。1961年のアメリカ南東部バージニア州ハンプトン。 アメリカ南部において依然として白人と有色人種の分離政策が行われていた時代優秀な黒人女性のキャサリンは同僚のドロシーとメアリーと共に NASA のラングレイ研究所で計算手として働いていたソ連の人工衛星スプートニックの打ち上げ成功を受けてアメリカ国内では有人宇宙船計画へのプレッシャーが強まっていたそんな中キャサリンは 上司のミッチェルからスペースタスクグループでの作業を命じられた。図らずもキャサリンはグループ初の黒人でしかも女性スタッフとなったのだが人種差別的な環境に苦しめられることとなった。キャサリンに対する同僚の反応はひどいものでエンジニアを総括するポールに至っては露骨に嫌な顔をし機密であるとしてキャサリンに黒塗りの資料しか渡さなかった。 計算部の代理スーパーアバイザーであるドロシーは事実上の管理職として自身の昇進を願い出ていたが白人女性のミッチェルに前例がないという理由で断られていた。また、メアリーは実験用の宇宙カプセルの耐熱壁に欠陥があることに気がついていたが上司からのエンジニアへ転身する勧めを女で黒人でエンジニアになることはできないとして諦めかけていた。 エンジニアへの転身には学位が必要だったが、そのためには白人専用の高校に通わねばならなかった。ついに、マーキュリーセブンからアングレーに移動してくる。黒人たちは彼らに接触できないよう、歓迎の場も分けられていたが、ジョングレンは彼女たちに親しく接し、感謝を述べた。キャサリンは黒塗りの資料にもかかわらず、正確な回答を導き出し、やがて上司であるハリソンも、 彼女の能力を認める。メアリーはついに裁判所に訴えを起こし、通学の権利を勝ち取る。そして、ドロシーは、最新型コンピューター IBM 7090の導入を目にし、計算手が解雇されることを見越して、自らプログラミング言語、フォートランを学び、黒人女性計算手たちに教える。ソ連との宇宙開発競争の中、ついに1961年4月12日、 ソ連のユーリーガガーリン少佐は、ボストーク1号で、有人宇宙飛行に成功する。マーキュリー計画の続行も危ぶまれるが、5月15日、ジョン・ F ・ケネディ大統領は、月面着陸を目指すと表明する。計画の続行に関係者は安堵するが、スペースタスクグループの仕事も多忙を極めていく。そんなある日、キャサリンが席を外したことを、ハリソンは叱責する。キャサリンは、 自分が800メートル離れた、夕食人種用トイレに共用自転車を使えず徒歩で往復しなければならないこと、職場の服装規則である真珠のネックレスを変えるほどの給与を得ている黒人女性がいないこと、コーヒーディスペンサーさえも人種分けされ、のけものにされていることを逆に大声で訴える。せめて日に数度、席を外すことは許してほしいと。ハリソンは、ほどなく、 夕食人種用のコーヒーディスペンサーや看板をなくし、NASA から人種差別を撤廃させようとする。キャサリンは、やがて重要な会議にも出席し、席上で見事な計算をして、落下位置を予測してみせ、その能力でグレンたち宇宙飛行士の信頼を勝ち取る。前夫と死別死三人の娘たちを育てていた、キャサリンだったが、周平のジムと再婚し、ハリソンから、 真珠のネックレスを贈られる。一方、ドロシーは予想通りコンピューター技術者として引き抜かれるが、他の女性計算士も一緒でなければ応じないと強硬姿勢を見せる。しかし彼女たちでしか IBM7090 を使いこなせず、その要求は認められただけでなく、白人女性たちも彼女に教えを恋に来た。メアリーの通学に反対していた夫も、 やがて彼女の努力を認め応援するようになる。1962年2月20日、ついにアメリカは、マーキュリーアトラス6号打ち上げの日を迎える。グレンは、コンピューターの計算に不安を感じ、キャサリンの検算を要求する。検算の結果、無事に打ち上げられ、落下位置も計算通りだった。エピローグでは、ドロシー、メアリー、そして、 キャサリンの3人の写真とその後の活躍が紹介される。カッコ内は日本語吹き替え、メアリーの夫で人権活動家。2015年7月9日、ドナジグリオッティはマーゴットリー・シェッタリーのノンフィクション小説を映画化する権利を購入したと報じられた。脚本を執筆したリソン・シュローダーはケープカナベラルの出身で、祖父母はナサで働いていた人物で、自身も NASA でのインターン経験のある人物であった。企画を煮詰める過程で、セオドア・メルフィは、シュローダーの脚本に修正を加え、3人の黒人女性がいかにして、キャリアと私生活の両立を図ったかという点に焦点を当てるようなストーリーにした。制作サイドは3人の黒人女性を演じる女優として、オプラ・ウィン・フリー、オクタビア・スペンサー、タラジ・ピー・ヘンソン、 ビオラデイビスらに目をつけていた。2016年2月10日、フォックスはキャサリン・ジョンソン役にヘンソンを起用すると発表した。17日、ドロシー・ボーン役にスペンサーが選ばれたとの報道があった。3月1日、ケビン・コスナーの出演が決まった。3月下旬には、ジャネール・モネー、キルスティン・ダンスと、グレン・パウェル、マハーシャラ・アリラの出演が決まっていった。 4月1日にはジムパーソンズが本作に出演するとの報道があった。本作の主要撮影は2016年3月初頭にジョージア州アトランタにあるモアハウス大学で始まった。撮影はドビンス空軍基地内にあるロキード・マーティン、エアロニュークスの施設でも行われた。2016年12月25日、全米25巻で本作の限定公開が始まり、 51万ドル余りを稼ぎ出した。翌年1月6日から始まった拡大公開の初週末には2280万ドルを稼ぎ出し、全米興行収入ランキング1位となった。本作は批評家からも観客からも極めて高い評価を受けている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには171件のレビューがあり、批評家支持率は92%、 平均点は10点満点で7.6点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、観客が喜ぶであろう心温まる雰囲気の中で、ドリームはアメリカ史から見落とされてきた人々による重大な貢献を周知しているとなっている。また、メトクリティックには43件のレビューがあり、過重平均値は74、100となっている。なお、 本作のシネマスコアは A となっている。イグノのサイモン・トンプソンは本作に10点満点中9点を与え、ドリームは魅力を引き出す演出によって、忘客の彼方に追いやられた、そこまでは行かなくとも多くの人々に知られていない黒人女性たちを見事に描き切っている。俳優人による上質の演技と優れた物語によって、本作は観客の時間と金、 注目を得るに値する娯楽映画になっていると評している。ボストングローブのタイバールは、ドリームは実在した3人の女性たちと、彼女たちを演じる3人の女優のおかげで見事な作品になっている。何より良いのは、この映画を見ることで、キャサリン・ジョンソン、ドロシー・ボーン、メアリー・ジャクソンの業績を知ることができるということだ。この映画が後世に残ることで、私たちの子孫も、 この三人の功績を知ることができるのだ。と述べている。キャサリン・ジョンソンはよくできた映画でした。主演三人は私たちを見事に演じきっていると思いますと述べている。2020年6月、NASA 本部は庁舎を本作にちなんでメアリー・ W ・ジャクソンへと解消する方針だと発表した。当初、本作の放題はドリーム私たちのアポロ計画と発表された。しかし、 マーキュリー計画を扱った作品なのになぜアポロ計画なのかという趣旨の批判が SNS 上で相次いだ。こうした批判に対し日本での配給を担当する20世紀フォックスは日本の観客に広く知ってもらうための放題として宇宙開発のイメージを連想しやすいアポロ計画という言葉を選んだドキュメンタリー映画ではないので 日本人に伝わりやすいタイトルや言葉を支援した結果、とコメントした。また、この件に関して尋ねられたメルフィ監督はツイッターで、私もなぜこうなったのかわかりません。問い合わせてみますが、変更するにはもう遅すぎると思います。とコメントした。2017年6月9日、こうした批判を重く見た20世紀フォックスは、日本語題をドリームに変更すると発表した。 ヒドンフィギュアス。2017年2月7日閲覧。ホール2016ディレクターズプロフィール。ペット・メルフィー。2017年2月7日閲覧。ヒドンフィギュアス。2017年5月11日閲覧。キネマ順法2018年3月下旬映画業界決算特別号。P32 ドリーム。2017年12月19日閲覧。AB。 テッド・メルフィーフォックス2000イントークス4ヒドゥン・フィギュアス・ハウエグループ・オブ・マスサビー・ブラック・ウィメン・ヘルプド・ナサ・ウィン・スペース・レース2017年2月7日閲覧 AB ヒドゥン・フィギュアスエマ・セマティカル・ジャグリング・アクト2017年2月7日閲覧パラジッピー・ヘンソン2プレイマス・ジーニアス・イン・ニュー・フィルムヒドゥン・フィギュアス2017年2月7日閲覧 オクタビア・スペンサー2プレイマーティミティションオポジットたらじ・タラジ・ピー・ヘンソン・イン・ヒドゥン・フィギュアス。2017年2月7日閲覧。ケビン・コストゥナー・ジョインズたらじ・タラジ・ピー・ヘンソン・オクタビア・スペンサー・イン・ヒドゥン・フィギュアス。2017年2月7日閲覧。ジャネール・モネージョインズたらじ・タラジ・ピー・ヘンソン・オクタビア・スペンサー・イン・ホックス・ニセネス・ヒドン・フィギュアス。2017年2月7日閲覧。 カーステン・ダンスとジョインズ・テッド・メルフィー・ディレクテッド・ヒドゥン・フィギュアス・エイティ・フォックス2000。2017年2月7日閲覧。テッド・メルフィー・エス・ヒドゥン・フィギュアス・ワッツ・グレン・パウエル&・マハーシャラ・アリ。2017年2月7日閲覧。ジム・パーソンズ・ジョインズ・テッド・メルフィー・エス・ヒドゥン・フィギュアス・フォー・フォックス2000。2017年2月7日閲覧。オン・ザ・セット・フォー・サン、11。 16、パラジピヘンソンオクタビア・スペンサーチーム、アップ4、ヒドゥン・フィギュアス・ホワイル・ジョーダン・ピール、アリソン・ウィリアムズ&、キャサリン・キーナー・ラップ、ゲット・アウト。2017年2月7日閲覧。ホワッツ・フィルミング・イン、アトランタ・ナウ、ベビードライバー、ヒドゥン・フィギュアス、アンサンキュー・フォー・イア・サービス。2017年2月7日閲覧。ディセンバー23から25、2016。 2017年2月7日閲覧。ジャニュアリー6から8。2017。2017年2月7日閲覧。ドロシーボーンバイオグラフィー。2017年2月7日閲覧。メアリー・ジャクソンバイオグラフィー。2017年2月7日閲覧。キャサリン・ジョンソンバイオグラフィー。2017年2月7日閲覧。モダン・フィギュアス・フリークエントリー・アスクド・クエスチョンズ。 2017年2月7日月欄。Hidden Figures When Did John Graham Ask For The Girl To Check The Numbers 2017年2月7日月欄。Hidden Figures 2017年2月7日月欄。Hidden Figures 2017年2月7日月欄。Hidden Figures Fig Out Smarts Log One for Weekend Win 2017年2月7日月欄。Hidden Figures Review 2017年2月7日閲覧。ヒドゥンフィギュアス。2017年2月7日閲覧。Q&A, Our Interview with Cassarine G. Johnson, The Real, Life Mathematician Food Inspired, ヒドゥンフィギュアス。2017年5月1日閲覧。ベイ・ナサ本部、映画、ドリームモデルの黒人女性にちなみ解明時事通信。AFP2020 年6月25日。 ナサ薬師を支えた黒人女性の実は、作品賞にあたるアンサンブル賞に2017年2月7日閲覧。ブルーリボン賞、アー・コーヤが作品賞にアベサダオアラガキユイも受賞映画ナタリー2018年1月24日閲覧。エピローグでアポロ計画に言及されるのは間違いないが、ストーリーのメインはマーキュリー計画である。 タイトルと内容が違う。大ヒット映画の放題。私たちのアポロ計画に、批判の声配給会社に聞く。2017年6月8日閲覧。マヤー、スカイウォーカー、Do You Know Hidden Figures Japanese Title Is Dreams Our Apollo Plan.I Don't Know Why They Using Apollo For This Movie.Twitter より2020年5月30日閲覧。シアドールメルフィー。 メニーザー、アイルアスク、バット・イッツトゥーレートツーフィックス。ツイッターより2020年5月30日閲覧。ドリーム私たちのアポロ計画日本語大変更。ドリーム2。2017年6月9日閲覧。タイトル変更のお知らせ。ツイッター、インク。2017年6月9日閲覧。ありがとうございます。